皆さんは夏休みの思い出といったら何を思い浮かべますか？海でスイカ割りをしたり、川でバーベキューにお祭り、そして花火大会。今回はそんな夏休みに起こった筆舌に尽くしがたいある事件のお話です。何の罪もない一人の女子中学生が犠牲になった事件。この犯人はまさかの。詳細です。三重県朝日町女子中学生殺害事件。2013年8月25日、三重県三重郡朝日町にて、当時中学3年生の寺輪博美さんが花火大会の見物に出かけた帰りに行方がわからなくなりました。午後10時55分、彼女はこの時間に友人へ LINE を返していますが、その5分後の午後11時、 LINE の返事が返ってこなくなり、4日後の8月29日午後2時半頃、朝日町内の空き地で衣服を身につけていない状態の彼女が発見されました。司法解剖の結果、彼女の死因は窒息死。首に紐などで絞められた跡がないことから、口や鼻を強く押さえられ殺害されたと見られました。その後の捜査の結果、犯人が捕まることになるのですが、その犯行理由や犯行後の行動には怒りを覚えます。それでは事件の流れを時系列で見ていきましょう。事件当日8月25日の午後、彼女は友人と一緒に四日市花火大会の見物に出かけました。午後9時55分、彼女の姉からいつ帰るのかと LINE で連絡があった。10時26分、 JR 関西本線富田駅から友人と二人で電車に乗車する。10時30分、姉は帰りが遅いことから心配し、再度 LINE で連絡。早く帰っておいでねという連絡に対し、帰ると言っとるやろとの返信。10時33分、 JR 朝日駅に到着。10時34分、朝日駅の防犯カメラで彼女を確認。10時45分頃、大久和三重朝日インター店付近で友人と別れ一人で歩く。10時55分、同級生からの LINE で今からカラオケに行くと彼女へ連絡。それに対し彼女はいいねと返事を返した。そして11時、 LINE の返事が来なくなり、11時17分には彼女の姉が電話をするも出ませんでした。それ以降彼女の足取りはつかめず、2日後の8月27日、彼女の父親が警察に捜索願いを出します。そしてさらに2日後の8月29日午後2時半頃、朝日町の空き地で下着以外の衣服を身につけず、草むらの上に仰向けで横たわる彼女が発見されました。彼女が所持していたはずの携帯電話やカバン、現金6000円が入った財布は現場からなくなっていたそうです。警察は強盗殺人、死体遺棄の疑いで捜査を開始。90人体制で捜査本部を設置し、捜査員は延べ8000人にも及び、捜査が開始されるとともに地道な捜査が続きます。現場付近に設置された約100個にも及ぶ防犯カメラの映像の解析や、現場周辺の近隣住人への聞き込み。翌8月30日には、現場付近から彼女のものと思われるカバンとサンダル1足、衣類の一部が発見され、何者かの指紋が検出されました。しかし犯人逮捕には至りません。約3ヶ月後の11月28日には、警察は犯人逮捕に結びつく有力な情報の提供者に最高300万円の捜査特別報奨金を払うことを決定します。そしてついに事件発生から半年近く経った2014年3月2日の夜、捜査本部は強盗殺人の容疑で朝日町に住む一人の人物を逮捕しました。その人物はなんと当時18歳高校3年生の少年でした。そしてこの少年 S の行動が本当におぞましいの一言につきます。実は水面下では着実にこの少年への捜査の手は及んでいました。事件発生直後、警察はこの少年に直接自宅訪問にて聞き込み調査をしています。その後この少年はあたかも自身が無関係であるかのように SNS、Twitter でこうつぶやいています。家に捜査員が来た、四日市の女子中学生らしい、手の震えが止まらん、気持ちの整理がつかない、めっちゃやばいやん、必ず平和な街を取り戻します。終始事件とは無関係を装い、ある友人が冗談でお前が犯人だろと言うと笑って聞き流していました。逮捕直後、少年 S は自身にアリバイがあると主張し容疑を否認していました。しかし捜査本部のこれまでの丹念な捜査の積み重ねから矛盾点が見えてきます。 S の主張では午後10時には家に帰っていたとのことでしたが、現場近くのスーパーに午後10時以降も滞在している姿が防犯カメラで確認されたこと、また S の友人の話からも午後10時に家にいるという証言は虚偽であるという可能性が高まったのです。追い込まれた S はついにこう話し出します。
私が犯人です。一人でやりました。偶然彼女を見かけ、猥褻目的で犯行に及び殺害した。任意同行から半日以上が経過した。午後9時半頃、捜査本部は S を強盗殺人などの疑いで逮捕しました。逮捕される前日、彼が通う高校は卒業式でした。友人たちと談笑し、率先して寄せ書きを書くなどして、最後まで友人たちとの別れを惜しんでいたそうです。仲間の輪の中ではしゃいでいた姿からは想像もできない、社会を揺るがすような凶悪事件の犯人という別の顔。逮捕直後、S の犯行に友人らは信じられない。本当にいいやつだったのにどうしてとの報道がされますが、実情は違いました。彼を知る地元住人からは、よくマスコミをあれだけコントロールしたなとの声が上がっています。事実、2010年には現場近くで未解決となっていた器物破損事件を S が起こしたことが判明し、素行の悪さが明らかになっています。捜査本部が逮捕前に S と接触したのは、遺体が見つかった8月29日の1回のみです。捜査員が自宅を訪ねた際に S が対応し、顔色一つ変えずに何も知らないと答え、先に話した通りのアリバイを口にしたそうです。自身は無関係で、その後に逮捕されるまでまるで事件がなかったかのように過ごした S。 たまたま見かけた少女に猥褻目的で近づき、お金も奪い、挙句殺害。これほどまでに非常なことはそうないように感じます。迎えた2015年3月24日、 S は裁判員裁判の結果、強制猥褻致死罪及び窃盗罪での立件となり、懲役5年以上9年以下の不定期刑が言い渡され、後の9月17日に確定しました。私はこの判決に理解が追いつきません。致死ということは、 S に殺害の意思がなかったが至らしめてしまったということです。殺害の意思があったと認める方が難しいのは理解していますが、これまでの内容を考えると、 S に殺害の意思はなかったと認めざるを得ない現状に悔しくてたまりません。少し話はそれますが、三重県警は本件において犯人逮捕につながる情報を提供した2人に報奨金計200万円支払うと発表しました。捜査特別報奨金の対象事件のうち、容疑者不明の事件で報奨金が支給されるのは本件が初めてのことでした。18歳の少年とはいえ、非常で凶悪な犯行と言わざるを得ない本件。その罪が懲役5年以上9年以下。刑が確定したのが2015年9月17日。つまり早ければ2020年中に釈放される可能性もあるということです。今回の懲役5年以上9年以下のような不定期刑は少年事件特有の刑罰ですが、仮に本件が強盗殺人として認められた場合は、最低でも懲役10年が科せられます。そして不定期刑は罰ではなく教育と捉えられるそうです。世の中には罪を償うという言葉がありますが、本件における罪を償うとは何を指すのでしょうか。加害者の更生よりも大事なものが置き去りにされている気がしてなりません。ご遺族は S、また S の家族に対し1億円の慰謝料を請求し、裁判の結果7700万円の支払いを命じられましたが、 S の両親はこれを拒否、和解に応じる気もないとのことです。繰り返しにはなりますが、何の罪もない、まだ中学生だった彼女が身勝手な欲求により殺害されたという事実は、少年だろうが成人だろうが罪の重さは関係ないと私は思います。人権の観点から加害者の更生の余地は確かに認めなければならないことはわかります。しかしそれにしても、懲役5年以上9年以下というのは、人一人の命を失った対価としてはあまりにも軽すぎると感じてなりません。皆様にこの事件を知っていただき、いろんな意見があるとは思いますが、私は何よりも被害者に寄り添う司法になることを願ってやみません。寺輪ひろみさんのご冥福を謹んでお祈り申し上げます。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。